D 先輩です。ノクタン。D 子だよ、ノクタン。まずはこれを見てください。隅々まで探索してきた結果、残っている宝箱はなく、おそらく見逃している場所もないと思われます。右上に出てる全体も 90% を超えてるんだね。もう本当の終盤ですね。ということでここに行くしかないようです。いよいよか。とその前に、せっかくだから魔法も一個くらい強化してみようか。そうね、武器は一応やったし。まあ強化するならこれかな。え、一気に行ったね。なんと、もう必要カルマが1万なんだけど。ちょっと上げるだけでも厳しいのね。え、3つなんだ。鍵が4つだからゲートも4つかと思ったら、そこは関係なかったみたいね。おお、紫の月。月ちゃんの時代と同じ。あ、裏じゃなくてちょっと上なのか。でも別の場所というか時代かもしれないね。異次元的な。うん。なんかこの構造。まあもう少し見るか。やっぱり敵は新しいよね。青鬼か。氷系でダメージも大きい。セーブ。え、すぐあった？やっぱりそうか。ここ、表と戦隊章になってません。戦隊章。ほら、クリスタルが時計みたいにあった場所ですよここ。ああ、左右逆になってるとね。たまたまかもしれないけど。この上がどうかで決まりますね。上に上がって左に部屋があればそっくりってことだ。そういうことだね。あれ？普通に広い部屋なんだけど。どうやらたまたまだったみたいね。なんだぁ。でもワープ地点とセーブの部屋だけは似てましたね。まあそこだけ戦隊章だったかな。痛いって。ただ逃げようとするだけでもきつい。面倒だけど最初からなるべくマップは埋めていきますね。それがいいかも。え？まるでボスみたいに浮かんでたな。なんかかっこいい。あ、閉じ込められた。ボスではないけどボスだね。ほんとだ、見たことある。最初の方で戦ったやつとそっくり。いたよね。本気モードか。 HP は増えてるのかな。もしかしてボスが雑魚として出てくるようだと厳しいぞ。この先が怖いね。お、セーブは割と頻繁にあって助かります。これならなんとか進めそうね。結構進みましたがまたボスっぽい。え、この人も間違いなく同じですね。首で回してる謎のあれも同じ。確かに謎。そうか、つまり擬似的なボスラッシュってこと。なるほどねー。そうなってくるとかなりきついな。何せボスとボスの間も実際辛いし。雑魚敵が強いのね。どうせなら連続したボス部屋の方がありがたいかも。もちろん間にセーブは配置して。贅沢言うわね。
びっくりした。やっちまった。なぜ拡大したのか。防御力が低すぎるのでしょうね。さて、カットした道中もなんとなく見てもらいましょう。ただひたすら逃げるだけでも結構食らっちゃいます。またケンタウロスがいたのね。こことかいやらしかった。ちょうど邪魔してきてイライラします。まあ落ち着いて。試しに逆側に行ったらこっちもボスじゃないか。どっちもボスだったのね。しかもこのボスはかなり苦戦したやつ。なのになぜかパリーは使わないっていう。あの時ダッシュじゃ勝てなくてパリーで余裕だったので、じゃあ今こそダッシュだけで勝ってみたいぞと。頑張ってるのに。危ない。まだいるの？もう邪魔。その突きは強いけど今見るとそこまでの動きなんだね。落ち着けばダッシュでもいけましたね。最初の方で飛ばしてしまった部屋も見てみます。まあ当然ボスはいるか。どっちがボスと思ったらこっちか。デス様ですね。この口はただの雑魚です。強いけど。強いのに雑魚というパワーワード。タイマンにしてからが勝負です。正直一番きつかったボスがこいつだった気がするので、今サクッと倒せればめっちゃ嬉しいんだけどな。なかなかそうはいかなそうね。しまっ。うん、怖い。やばいわ。一緒に。ああ。ゲージが全部なくなった。やっぱり闇の状態以上が一番怖い。スタミナがゼロって何も避けられませんからね。ガードすらもできないのは痛すぎるね。やったー。ついオカルトに頼ってしまった。まるで縛りプレイじゃない。別に縛っているつもりはないのに心が縛られてます。セリフはかっこいいけど、ドクロがめっちゃ邪魔なんだが。しゃがんでも食らうだと。性能は上がってるよね。まだドクロは出てくるのか。どうした。セーブがないんだが。あれだけ優しかったセーブが。あった。まあよく見るとちょうどいい距離なんだけどね。助かりました。強い。あ、武器。ここの武器は絶対強いよね。おお、一番下じゃないけどクリティカルが驚異の400。ついにアースソードを超えたわね。ボス戦ではこれだな。若干スカルっていうのが気に入らないけど。そう。
正直はシンプルな方が好きです。別にスカルはスカルでいいんだけど。ふん。やめてやっと覚えた。これでよしと。またボスだね。全ボスではなさそうだけど、結構戦いますね。絶対雑魚もいるよね。それがまたうまいこと邪魔してくる。ひえ？スタミナがないよ。待って。もちろんそれを直すアイテムは持ってますけど、アイテムを使う隙がかなり大きく、そして一度使うとやられても消費したまま、など、それなら使わずにやられてやり直した方がいいのでは、となんとなく感じているので使ってません。やり直すデメリットが少ないのよね。カルマ回収が結構簡単ですから。ここから聖女様のところに戻って買い物とか大変すぎます。さすがに遠いね。ああ、これはジークフリートのことなのだろうか。そうっぽいね。シャドウハンターか。ハンター X ってそいつのことを指しているのかな。そうかもね。おわ、ワープ。ここにあるのなら拠点にも帰れるね。ありがたい。ただ逃げてるだけなのにめっちゃ危ない。ふう、でも見てください。マップがもう 99% になってます。え、もう終わり？多分この先はもうラスボス部屋でしょうね。ほら。ほんとだ。ついに来たか。なんとなく唐突感があるのはなぜだろう。いきなり来たって感じだね。さあ少し稼いで一個だけレベル上げ。これが最終レベルになりそうかな。でもレベル92か、上がったねー。それでもスキルはこんなに覚えてません。まあどうしても欲しいものは覚えたからいいんだけど。結構空きはあるよね。そんな感じで、ついに次回ラスボスと戦います。お楽しみに、ノクターン。また見てね、ノクターン。